こんにちは。こんにちは。日本ハウスホールディングス高松営業所の西崎でございます。本日は香川県高松市川鍋町のお客様の方をご案内させていただきます。本日のお客様が西山さんをご案内いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。西山です、よろしくお願いします。はい、ではまずこちらの方から、はい、ご案内させていただきます。まず基本情報なんですけれども、もともと築120年のお家が建っていました。で、こちらの方に離れがあって、で、現在新築をですね、1階が 25.9 坪、2階が 13.6 坪の延べ床面積 39.5 坪の2階建ての和風のお家でございます。はい、では早速中に、はい、どうぞ。庭が綺麗ですね。ありがとうございます。本当に和風外観によく合うような外構で綺麗にしていただいてますよね。またこういった瓦も前のお家の瓦を再利用させていただきました。素敵ですね。ありがとうございます。大きな柱ですね。こちらの柱はですね、ヒノキの天然の木なんですけども、お客様とご一緒に実際にヒノキの林に行って、で、どのヒノキを大黒柱にしますかということで選んでいただいて、そして目の前で伐採してここに取り付けさせていただきました。お客様の心に残るような、そういった思い出作りも私ども日本ハウスではさせていただいております。はい、どうぞお上がりください。こちら、ね、縁側なんですけども、はい、最近縁側って見ないですよね。そうですね。はい、で、これ床なんだと思いますか。これもしかしてヒノキですか。そうです、こちらね、天然のヒノキの床を使わさせていただいております。はい、どうぞ中お入りください。はい、わー、すごいですね。この針に思わず目が行きましたありがとうございます。これも建て替え前のね、天井裏、小屋裏にこうついてたものなんですけども、はい、それをもう3人がかりで、はい、これ取り付けさせていただきました。またですね、ヒノキの柱がね、こう出て、そしてこう塗り壁でっていう形でやらさせていただいているんですけども、それ以外にもね、こちらですね、これ前の建て替え前の建具そのまま、これも前のお家から、はい、使わさせていただきました。この欄間もそうなんですよね。はい、ちょっとね、工夫としてこれ裏側にこれアクリル板実を貼ってます。そうなんですね。これも前のうちそのまま持ってきました。これもなんですね。はい、すごく綺麗です。なかなか建具屋さん大変だったみたいで、ね、はい、デザインがすごく凝ってますね。そうですね。そしてこちらカウンターですよね。はい、はい、こちらもお客様と一緒にちょっと材木屋さんで選ばさせていただいて。そうなんですね。はい、非常に風格のある高和室で、家族のね、先ほど言いました、もう歴史を継承するような、まあ、そういった和室ができたんじゃないかなと、そうですね、はい、いうふうに思います。で、またですね、先ほど隣、離れっていうちょっとお話しさせてきましたけども、あちらの方にお父様、お母様がお住まいなんですよ。まあ、その動線として、こちらの勝手口からも出入りできるような、いいですね。はい、そういったこう動線も、つながりが。そうですね。こう廊下はどうしてもこう暗くなりがちなんですけども、ね、はい、ああいったところに窓を取り付けさせていただいて、で、こう明るさっていうのを、そうですね、はい、明るくて、はい、外の景色も見えていいですね。そうですね。これ階段のちょうど下にこう階段収納も取り付けさせていただいたりとか、はい、この階段上がり口のところにも実は収納付けさせていただいているんですけども、まあ、そういった収納計画っていうのもさせていただいてます。で、こちらがトイレになるんですけども、日本ハウスは、設計単位がメーターモジュールというモジュールを採用してまして、はい、一般的な尺モジュールよりも9センチ広い間取りになってます。そうなんですね。はい、なのでね、こちらのトイレも少しこう広く感じるような、まあ、そういったトイレを採用させていただいてます。ではリビングへ。はい。
高的なリビングですね。ありがとうございます。まあ、天井高さもね、ここ2メーター60センチございますし、はい、窓の大きさも、まあ、2メーター60センチ、ね、幅あって、で高さも2メーター20センチと非常に大きな窓を取り付けさせていただきました。すごく明るいですし、お庭が見えてすごく気持ちいいです。そうですよね。またこちら縁台、はい、こちらもちょっとしたあのこだわりなんですけれども、総ヒノキ作りで大工さん手作りで作っていただきました。そのままこうお茶を持って行ってここで飲んでるっていうようなイメージ湧きませんか？そうですね。はい、ですね。この床のところでヒノキとちょっと色が違いますけど。違いますね。はい。ペット専用のこれフローリングです。そうなんですね。何が違うんですか、普通の床と？滑らないような床っていうことで、あのこれ野田さんのフローリングをちょっと使わさせていただいて。ワンちゃんに優しい床なんですね。あのペットも家族の一員なんで、考慮して素材で仕様を選んでいくっていうような作業も必要なのではないかなと思います。こちらもね、ちょっとこれ奥様のこだわりがございまして、どこでパソコンをこう触ろうかとかね、どこでこうどういった作業をしようかっていうので、ここを設置させていただきました。こう棚とかね、あ、いいですね。はい、棚になってますね。そうです、はい、とあとここにコンセントを集約させていただいたりとか、すっきりしてすごくいいですね。はい、まあ、そういったものをね、こう考えながらやってます。こちらキッチンなんですけども、西山さん実際ちょっとキッチン立たれてみて、はい、どうですか、ちょっと女性目線で。もう個人体も見渡せますし、ここにもう窓があるんですね。はい、軽くて、はい、またですね、あちらの方にこう収納を2箇所、はい、はい、設けたりとか、はい、またあちらの方ですね、はい、立て口をつけまして、そちらの方で洗濯も干せますし、またゴミなどもね、そこから出せるっていうことで、家事動線を意識したような、はい、そういった間取りっていうのにさせていただいてますので、すごく便利ですね。はい、ありがとうございます。では、こちらの方をちょっと行ってみましょう、はい。まあ、こちらの洗面とあとお風呂になるわけですけども、はい、あのお風呂の窓の位置は結構ご主人様とこだわってつけさせていただきました。そうなんですね。はい、あのこれからどん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 ね、木々もこう青々としてきますけれども、そうするとあそこから見る風景がすごくね、こう綺麗なんですよ。では早速、お2階の方行ってみましょうか。この階段少し広く感じませんか？あ、そうですね、手すりがあるのに全然狭く感じないです。はい、これも先ほど言ったメーターモジュールっていうね、あの石鹸体の中で作られる階段なので、少しねこうゆとりを持って、はい、そうなんですね、上り下りできると思います。明るいですね。ありがとうございます。本当にもう周りの風景が良かったもんですから、まあ、窓はなるべくたくさん、うん、こう取らさせていただいて、まあ、その中できちんと断熱性能とかね、気密性能を保てるような、まあ、そういったね設計もさせていただいております。でこちらに今洗面で、こちらの方に手洗い、2階にもトイレが、はい、はい、では寝室でございます。はい、まず風景良くないですか？すごいですね。はい、まあ、この風景がやっぱり欲しかったので、まあ、こういった大きめの窓をねさせていただいています。あとここ、はい、またたびたび復活しますけど、これヒノキの床です。ここもヒノキなんですね。はい、なんか奥様に聞くとですね、はい、もうまるであの森林浴してるようなあの部屋になってるっていうことで、非常にね、落ち着くし、すごくリラックスできて寝室にぴったりですね。ありがとうございます。こちらちなみにウォークインクローゼットになるんですけど、これタンスなんですけど、これも新しいお家になった時にどういったものをこう持ってくるのかとか、もう最初の段階でこう測って、それをもとにこう設計もさせていただいて。さて、今日のルームツアー、西山さんいかがだったでしょうか？はい、お客様の思いを汲み取って、お客様にとって一番理想的で住み心地のいい家を作ることに日本ハウスさんが本気で取り組まれているんだなっていうのが、あのすごく伝わってきました。ありがとうございます。よかったなと思っていただける方は高評価を、そしてまたチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。そしてまたあのこちらのお住まいですね、ちょっと見てみたいなっておっしゃれるお客様もしいらっしゃいましたら、あの私どもの方にご連絡いただきましたら、あのご案内、させていただける、まあ、タイミングもね合えばできますので、ぜひその際はよろしくお願いいたします。本日は誠にすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。